セリーグ阪神 DeNA2024 年5月12日横浜阪神の井上が試合前に師匠の一人とコミュニケーションを取った三塁コーチボックス付近で小休止していた d n a の4番牧とストレッチをしながらしばし談笑真剣勝負を前に柔らかい空気が流れた井上は柵を踏む d n a 大和と牧がする鹿児島県鹿屋市での合同自主トレに参加した。2人にポイントを前にして打てと助言されたことで打撃を見直した。開幕1軍こそ逃がしたものの、ファームで打率344、4本塁打の成績を残して11日に今季初昇格。目下2戦連続的時打をマーク中。敵であり、打撃のヒントをくれた2人の前で、 成長した姿をもっと見せたいところだ。